みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ともねぎです。本日はフェスの投票をしていきたいと思います。こちらにフェスのいろんな種類の草タイプ、炎タイプ、水タイプとあるんですけど、よく見るとさ、ひらがなでさ、これ見える、みんな水ん、これカタカナだ、水カタカナだ、これ炎がこれひらがなだね。草はあれだな、本当に草が絵で描かれてる感じがします。なんか多分ね、我々の言葉で書いてあるんですよ。で、このチーム、この3つのチームから僕は投票していきたいと思います。で、個人的に気になってるのはやっぱ、まあ、初代から僕はスプラトゥーンじゃなくてポケモンやってるのね。ピカチュウ版、青、ブルー、レッド、グリーンって結構やってるんですけど、まあ、ピカチュウ版では、最初、不思議な根を選びました。ごめんなさい。ピカチュウ版は、ピカチュウでした。絶対ピカチュウでした。ブルーで、せっかく動画撮ってたのに。ごめんなさい、お話戻るんですけど、まあ、ブルーでは不思議だね選んだのね。だから、ちょっと草に惹かれてるんですけど、その初代のポケモンって一番少ない種類、炎タイプだったんですよ。なんか、ロコンとかポニータとか、ブーバーとか、炎タイプいるんですけど、少なかったからこの御三家の人影がね、すごい重宝されたんですよね。で、ポケモンカードでも、リザードンでめちゃくちゃ価値も高いし、まあ、炎タイプって結構人気な、もうずっと人気なサトシもね、リザードン使ってたしね。なので、炎が、僕は、いいと、思ったのですが、はい。今まで、僕は、万太郎に入れていました。で、万太郎で2回、フェス負けてしまったんですよ。前夜祭と最初のフェスが。つまり、万太郎が足したい。って考えると、水タイプになるんですよ。しかしよ、その一番最初にやったのってさ、草タイプなんですよ。不思議だねの。はい。つまり、不思議なれの草タイプもありだと僕は思ってるので、皆さん、僕はどのチームに入れたらいいのでしょうか？自分でもまだ、未だに決められません。てか、これ決めた瞬間に、あっちが良かったな、炎が良かったな、水が良かったなってなっちゃうのが一番嫌だなって思ったんですけど、僕は草タイプにしようと思います。はい、参加しました。こういうの流れでいかんと。流れで行かないとね、一生投票できないんですよ。可愛くない？みんな。フェスって行きました。僕は草タイプとして生きていきたいと思います。草食系ですね。